じゃあ続いていきます。もマーネーム、こまごめさんです。ありがとうございます。ます昔々、学校の先生への事務連絡でメールを使うことがありました。<laughs> 送る前にメールを見直してみると、なんと、無意識でラジオネームを入れていたのです。<laughs> <laughs> 慌てて消しましたね。未遂で済んでよかった。恥ずかしい。危ない,危ない。危ない。 ラジオネームじゃないよねねねまさんあ確かにでも、それこそさ、ももこのもも大好き子です。みたいなさ、ねえ、とかだったらさ、え、ももこのもも、もも子さんって誰ですみたいな。てか、あの、もう、メール来て開いたらさ、なんか名前に書いてあったらさ、うわ、この子、二つ名とかあるんだ、はず、とか思われんのかなとかね。と、そうだよ。ねえ、何ペンネームとか持ってるの、漫画書いてるのかなみたいなさ。 ピペットみたいな話になってるよね、<laughs> きっと。そうだよね。いや、<ー>よかったよ。未遂です、ね、危,な危なかった、危なかった。ったいや、よかった、よかった。はい、もう一枚。あ、もうこれを送ったらアウトなラジオネームですね。<お>ラジオネーム、もこちゃんパパさんからいただきました。<laughs> い,い、かわいい。かいい。 昔々、我が家では雷が鳴っている時に電化製品を使っていると雷が落ちると家族全員が信じていて、うん、雷が鳴るたびに父が家中の電気やテレビを消していました。<laughs> うん、僕自身大人になって他の家庭では雷が鳴ってもテレビも電気も消さないことを初めて知りました。うん、いやーでも、大変じゃない 子供だけじゃなくてね。親も信じてるのが面白いね。うん。なんかお父さんの影響みたいなかわいいね。なんか、そのお母さんじゃないんだみたいな、ね。そうだね。お父さんなんだ。パパなんだね、うん。あのさ、よくあることがさ、あの、自分は、家では普通のことなんだけど、よそ言ったら全然違うっていうさ、そういうなんか不思議話しない。え、例えば私さ、うちのね、家で作る味噌汁って、具が卵と玉ねぎなの。うん。だけど、それをみんなに言ったら、 卵と玉ねぎどっちもありえないって言われちゃって。ええ。で、うちではこれが普通だよって言ってるんだけど。あ、そうなんだ。あと、おでんが醤油味とかね。おでんが醤油味そう。黒い、あの、お醤油とかで味付けるから、あの、真っ黒なの。へえ、そうなんだ。うちは薄いかな。あ、でもやっぱそうなんだよね。セブンイレブンでおでん見たときに、なんでこの透明な汁って思ってた、ずっと。 そうなの、うん、ええー、なんだろう。パッと思いつかないなぁ。まあ、でもうちね、両親が愛媛出身だから、なんかそっちで作ってる料理とかもあるんだよね。そっか。うん。いやー、なんか、びっくりした。今度、おでん食べさせてよ。<laughs> <laughs> にに行行くくよよよいいゆいゆい濃濃おでんを食べぜぜひぜひはい、ということで、こんな感じで若気のイタリエピソードや子供時代のあるあるエピソードを送ってきてください。以上、昔々、私はなんであんなことを、のコーナーでした。